はい、黄金世代の鼓動です。いやー、お知らせ来ましたね。なんかチャレロが前回と一緒な気がするんですけど、そんなことないですかね。ちょっと自分あといきなり全国試合始まってるんで、まあ意外とやっぱりラインベそんなに伸びてないのかなと。普通はね、だいたい金曜日とか月曜日来てると思うんで、まあ、その辺まあクラブさんがちょっと対応したのかと。まあでも2週間やっぱ長いっすよね。自分はもう、はい、まあその辺はもう毎日行ってるんでやめておきます。でドリコレがダンディがついにこれもますます力欧州強くなるんじゃないかなと。そしてなんか潜在付きっぽいので、まあどういう内容になっているのかなというところが多分皆さん気になるのかなと。あとディフェンダーコレクションなのかな。なんかディフェンダーが結構、まあ自分は石崎持ってないので石崎まあ狙おうかな、どうしよう、まあちょっと、状況を見ながら考えていこうかな。まあまだ時間があるのでいいかなと思います。はい。で今日なんですけども、昨日がトーマさん、A の50キャラピックアップしてくれて、シューターの方ですね、意外と数があるなというので、ちょっと何回かに分けてやっていこうかなと。まあランイベ中になんとか一通り終わればいいなとは思ってるんですけども、今日は、S30 の日本人シューター、まあ、全部いくかな、どうだろう、まあ浮き玉引く浮き通常シュートというので S30 で、まあ、どのキャラが、レギュレーションの時強いのかっていうので昨日に引き続きやっていければと思うんですけども、日本パーの場合はもう圧倒的に代表2018代表の、エリア内マスターの立花兄弟の2人ですね。こちらの多分スカイラブツインシュート S30 というのが、まあ圧倒的に多分、大得意プラス S30 の490シュートというところで強いんではないかなと。まあ、もしくは翼ですね、渾身の翼の方で、スカイウィングシュートとか、まあこの間出たフェスの翼の論集を、移植させたバージョンとか、そういうのが強いのかなと思ってます。はい。まあ、なかなかねやっぱり立花兄弟振りたいんですけど、ちょっと自分はなかなか勇気が、キャラクター的には好きなんですけど、どうしてもこう低浮き限定とかになってしまうっていうのが高浮きだった時のその、まあ、難しさですよね。まあ、両方99にできれば特に問題はないかなと思うんですけど、まあ、片方しかいけない可能性があるというので、まあ、低浮きマスターみたいなのもね、潜在でついてたりすると育てやすかったりはするのかなと思います。まあ、ただいずれにしても今ラインコントロールがちょっと AI の挙動がですね、アップデートによれよってで、まあ、若干、不安定なところがあるので、浮き玉キャラっていうのはしばらくは優位性高いんじゃないかなと思ってます。はい。まあ、今日、イメージ的には、S30 の、今日は日本キャラ、明日は、南米かヨーロッパで、しあさってが南米かヨーロッパみたいな形で、しばらくこのランイベ中はドリームカップ仕様というか、まあ、最近ついたレギュレーションの仕様について、まあ、どういったお宝キャラがいるのかなっていうのを、まあ、調べていこうかなと。まあ、なかなかね、99のやつはパッとこうやってキャラクター検索すれば見ていけるんですけども、こうやってね、S30 の値っていうのがとか、A50 の値が、なかなかじゃあどれがいくつなのとか載ってないんで、早見表とかね、あればいいんですけど、ないんで。あ、そうそうそう。それでいくと、今回のこの、新田くんですね。新田くんの、実はまあ新田くん使われてる方なんかは、結構おすすめなんですけど、今回のこの、はやぶさシュート EX、まあ昨日、トーマさんのやつで自分も思ったんですけど、A の50。ですね、A の50制限だった時にあんまり変わんないんですよね。はやぶさシュートよりは上になっちゃうのかな、多分はやぶさシュートよりは上で、こっちのフェスのシュートですね、フェスのこのフェスこれですね、フェス
のハイスピードランニングシュートより3、ん？いくつ低いんだろう、3とか、まあ、今日多分トーマさんの動画で分かると思うんですけど、本当ビビたる差なので、まあ、新田君を、レギュレーションで使いたい方は EX の50シュート積まれるとおすすめかなと、まあ、低燃費ですし威力は S の新田君が持ってる強いシュートとそんな変わらないというので、はい、という感じです。なんかですね、一説によるとこちらのこのミニドリームコレクションね、最近流行ってますけど、自分何か欲しいのあまりなかったのでちょっと引かないかなと思います。はい、これですね、これ実はこの2人のどちらか欲しいんですよ。でちょっと怖くてまだ引けないんですけど、ヒューガ君ちょっと欲しいんですね。黒ヒューガはちょっといろいろ作戦を練っていて、今後もし力2本パーでやっていくときに黒ヒューガに最終的にしようかなと思ってるんですけども、まあいろんな条件が加味されて黒ヒューガになるんですが、現状黒ヒューガを持っていないのでちょっと黒ヒューが欲しいところです。まあただこの10っていうね、せっかく S メイン技10もらえるんで王者もらいたいところなんですけど、まあどちらか、まあクライフォートとダンディ当たった時のモチベーションどうかな。ダンディ、まあパワータックル80の方が絶対強いっすもんね。パワータックル80で困らないっすもんね、多分ね。困るのかな。あ、でも新田くんだとレギュレーション差次第だけど、たまに抜けるからな。どうなんだろう。うわー、まあ、ただ自分日本派なので、はい。この二人どちらか。ちょっと怖くて、まだ急いで引くわけじゃないので、どっかで引きたいなと思います。ちょっと今回はこれは貯めてまとめて引こうかなと思ってて、せっかくなんで、そうですね。なんか引いて終わりますか。じゃあ、10連。はい。こちらの、じゃあ今日はこのプレミアム SR 確定ガチャですね。まあ、なんか欲しいのあるかな。まあちょっとそうですね、特に、まあ、今日はこれを引いてトーマさんにバトンタッチしたいと思います。じゃあ行きまーす。欲しいの、なんだろう、持ってないやつ1、2、なんかそうですよね。まあそんなに簡単に来るわけないですよね。おー来た、まさか入ってた。ラッキー、なんだろう、持ってないの。お、最初これ一発目ですよね。持ってないやつお願いします。持ってないの。持ってるネオタイガー、しかもカンストした。はい、ということで、ただなんかいいのついてんのかな。猛虎タックルまあでも多分そのうち潜在きますよね、これね。まあ持ってて損はないんじゃないかなと思います。どうなんだろうこれネオタイガーですよね。はい、すごいいい潜在が来ることを祈っておしゃれなんですけどね。当時自分はあれですね、最初期のバージョンはこの子エースストライカーで使ってた気がしますね、本当駆け出しの頃は。はい、という形で、今週は、まあ、レギュレーション対策で各キャラクターをお勉強していきたいみたいな感じで進めていければと思います。はい、自分もね、なかなか S30 の値がどのくらい強いことかあんまりわからないので、うん、まあちょっとこの機会に学んでいければなと思います。はい、そういうことで、じゃあ今日は、S30 の全日本バージョンですね、シュートの方いきます。シュート、まあ、時間があればシュートからこういろいろパスとか、ドリブルであったりとか、まあ、守備技の方、あとキーパーのキャッチとかそういうものに広げていきたいなと思ってんですけども、まあ、空き時間見ながらちょっとずつやらせていただければなと思います。はい、ということで、はい、あ、200万超えたんですけど、みんなにね、例面のみんなにケツを叩かれながらオンラインしてると、なんでオンラインやってんのとかっていうツッコミが来るんで、もうここ厳しいなみんなとか思いながらですねまあ怒ってるわけじゃないですよ、冗談ながらで来てるんですけど、みんなすごいリーダーをいじめるんですよね。最近リーダーって呼ばれてなんでリーダーって呼ぶんだろうみたいな、ちょっと嫌だなと思ってるんですけど、はい、ということで200万いったんですけど、SSR 単体で100万体1体を割りましたね。今264体、今200万ちょっとなんですけど、164体で SR がめっちゃいます。はい、
なので意外とまあまあまあ確率収束してくると思うんですけども、はい、今のところ100万終わっちゃってますね。まあ人によるんでしょうね。まあ多分100万いっては変わらないと思います。はい、ということで、じゃあトーマさん今日もよろしくお願いします。皆さん、はい、いつもご視聴ありがとうございます。